はい。じゃあ続きやっていきましょう。くにょくんの時代劇スペシャルですね。イエーイ。5台を倒したところね。ドススペシャルだね。ドススペシャル。ドススペシャル。使いたいよね。ドススペシャル使いたいですね。ドススペシャル。いかにドスをうまく使えるかやってみたいですね。じゃあちょっと体力もやばいけど敵がどこにいるかまた、はい、見ましょう。見ましょう。クリア。下のね、黒いやつ、あれさっき灰色だった？さっきなんか灰色でしたね。やっぱ真っ黒か、うん、真っ黒行きたいけど、まあ、飽きたね。お、来た。ここ戦いづらいからね。うん、違うとこがいいですね。一回倒したやつでもお金儲けになるのか、弱いからさ、なんか弱いやつ倒して経験値とかお金を稼ぐみたいな。稼ぐみたいな。お、次。金助やりづらいわ。早くて。早すぎて。どっから来たんだっけ。あれ？なんか下に落ちてる。え？下に落ちれる？落ちれない。ここは落ちれない。あーでも、まあ、ここはどこだ。左に行ってみよう。行けー。あー、ちょっと待って。あー、これはあれだ、さっきのの上だ。来たなー。お、3になってる、なってる。お金を貯めてこう、ここで。お金を貯めよう。稼ごう。いや、特注とかさ。強いですね。えた、死んだ、ちょっと待って。死んだ、キースケ死んだ。壁にぶつかって死んだんですけど。死ん、壁死ん。どうする、あの、マップを移動すれば、俺は復活するけど。ですか、ちょっと経験値を貯めて、頑張る。この人たちは弱そうだから。たまには、出るか。はぁ、あ。この人らは弱そうな気がする。弱い者いじめだね。イエス。弱い者いじめ。イエス。なんか軸がちょっとずれるとね、こう当たんなかったりするから。当たんなかったりしますね。お、お。もいっぱい出てきたな。基本2人一組だからね。え、あ、そうなんですか。へえ。2対2になる。あ、2対2になる。あ、そういうことですね。ファミコンだとそれが限界なんだよね。あ、もうちょっと 3DS とかになると敵がいっぱい出てくる。4人とか。うりゃうりゃ。マッハキックがあるとあんまりなんか、あ、出たね。その今分かった、乗ったの。え、敵に。え、あー、やられそう。やられそう。そろそろちょっとおいとましますか。え、ここまで来て、さっきからボスも倒したよ。ボスも倒すの。欲張るとでも死んで金が半分だからね。そうですよ、それ大事です。引き際も大事だけど。こいつらだからね。まあ、ハフミフミの練習をしよう。一回乗るんだよ。乗るのか。敵に。乗ってる間にでも。あ、ほら、ボス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 。ボス。ボシュ。走っていくとね、マップ移動しちゃうから。左だね。遠いところに出るのかな、やっぱり。あ、やっぱ沢口だね。沢口。またお会いしやしたねって言ってるから。うるせえ。うん。沢口雑魚だから。雑魚ですか。うん、ひど。雑魚は突っ込んでろい。あんまりあっちで倒すとお金がもらえないよ。あー、それは嫌だな。銀八か。銀八。沢口は。沢口銀八。とはいえ、とはいえ大丈夫か。あーあー。なんで殺すとこどっこい。あ、やばい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 。あ、死んだ、イエーイ。イエーイ、死んだ、イエーイ。はい、チッカラつきた。あ、こっからになった。薬屋さん、ちょっと薬を。お薬ください。いい、いいやつください。いい感じにあれのやつ。塗り薬、貼り薬、飲み薬。単純だな。飲み薬買おうず。もう持ってくやつだよね、多分。分かんないっす。あ、そうだよね、受け取ったらから。受け取った。うん、何個持ってくる？分かんない。3個ぐらい。俺はまあお金がないからな。かわいいな。1個だけ買ってこう。よし。あ、もしかしたらでも、なんだっけ。気力が回復する方が貼り薬とかってもあるかもしれないけど、あ、効果か分からないからね。そうですね。昔のこうファミコンは基本的に説明あんまりないからね。優しくないですね。容量食っちゃうからね。あ、そうか、説明あると。で、じゃあどこに行きましょうか。またどこ行きましょうか。どこ行きましょうか。こうでアッシー君に言ってくれれば。なんだこれ。でも肥前とか行きてえな。肥前に行きましょうか。じゃあ、うん、
以前まで行きます。イエーイ、レッツゴーレッツゴーレッツゴー乗ってくんな、レッツゴーひ、レッツゴー以前。あとどっかのお店にね、うん、マップ移動っていうのを売ってて、ちょっとマップ上で移動できるの、ペッペッペッって。あ、楽。あ、どこに売って結構高かった気がするんだよね。あ、楽なんだけどな、あると。あ、特殊乗るのが難しいからね。誰やってんの。乗れないよ。よし。こうやってるうちに移動しちゃうからね。以前はさ、どっか、あれ、長っ、あ、そっか、ここ長門に行くんだっけ。長津、左行くとまた先の洞窟に行くの。なんか変なとこ。じゃあやめよう。やめよう。でまた分かんない、また迷う、路頭に迷ったよ、いきなり。なんか下に行くんじゃなかったでしたっけ、どっか。水色、サウルスなんかいるよ、さっき負けた人々。まあ俺がね、痛いって言ってね、信じたからね。そうですね、壁師、壁師。いや、ちょっと、あの、あれが悪い、実家よろしくない。よろしくないですね。するよ。暗い暗い。壁と挟み撃ち作戦。よいしょ。よいしょ。ふみふみ。ふみ、レッツふみふみ。弾すぎる、これ。すぐ倒せる。おお、強いですね。まあ、ザクを倒してペケペケレベルアップしてくれた。金助ヒットポイントが低いのか。ああ、そういうことですか。テリン。あとは気力でカバーだね。気力でカバーですね。おお、あった。ペペペペペ。下に同化してんだけど、いいのか。だ。紛れている。これくらい。ほら、あれ、なんか受け取った。何十とかだから。すごいですね。紛れよ、そいつ。倒す、倒す。倒した。まだ来るか。どっか倒れた、動かした。あ、これがはっきり、これがキューキューだよ、多分。分かった、今。うん、そういうところがまだあったね。なんかこうなってた。そうそうそう、だからマウント取って、ああ、こういう、そうそうそう、だそれをマッハになるから。なんでキューキューなんですか。いや、わかんない。キューキューってなんだ。うやうや、やるだありんす。つつをすぎる。よし、サウシャ、サウシャのザムだ。イエイエイ、マッハマッハマッハキック、マッハキック。それくらうとさ、だいぶ減るんだよね。強い。このクルクルは強いですね。もう半分だけど、うん、おお、いいね。イエーイ。大した損害もなく倒せるようになってきた。あ、待って待って待って、妙な二人組探してるやつらちげえねえよ。おお、あれ倒してなかったっけ、情報くれたけど。わかんないっすね。で、結局どっちに行くかって言われると、どこだ。トッサ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 、誰もいないっすね。エゾとか陸中とかも全然行ってないね、そういえば。そうですね、エゾ行ってみたい。トッサ、誰か来たよ。灰色が来たよ、灰色が。灰色だ、敵多いね、いっぱいいるよ。そうですね、やだな。どうする、トッサ。あ、なんかトッサ来た、なんか隣かな、隣かな。よいしょ、乗る。レッツゴー。じゃーん、海のところか。だいぶ今いない。これ何って、どういう、あ、空みたいになってんだけど。そうですね、空が映ってるじゃないですか。あ、映ってんのか、うん、水に。あ、お、なんかいる。なんか前もこんなのあったよね。ありましたね。あ、重吉。誰だ、わしだよ。とりあえず殴っとく。殴っときました。なんか言ってたけど、どうした。うるせえ、うるせえ。あ、逃げた。もし殴っちゃいけないの。
そういう殴っちゃいけないんじゃん。殴っちゃいけない人とかいるんですか。いやもうねえ、そういうそうだよ、だから殴っちゃうと、うん、虫いらねみたいな感じでどっか行っちゃうんだよ。そういうこと。すぐ殴るからさ、これまた水色だねこいつら。え、糸吉どうする、どうする。うーん、酒を急ぎます。トラゾーに会わなきゃいけない。まあ、この2人の金を。イエイ。先行こう。もうずっと右行けば。うわあ。離れていく。俺ちゃんとあの歩幅は合わせるから。ああ、はい。そういうところはね、あのモテ塾を開いている自分としては。上に行くのと下に行くの実は違うのよ。ほら、駿河。駿河まで戻ってきちゃったけど。駿河。行きましょうか。乗ってく。はい。あと持ってってあげるからちゃんと。あじゃあ、とりあえず。よいしょ。ああどっこい。よし。よし妙な二人組はねもう絶対強い、絶対強いやつだから。絶対強いです、ね。わかる。龍一龍二じゃ絶対。名前からして強いから。おお龍。扇風機使ってくるから。マジっすか。それは強い。コウづけまで来て、でこれ上から行くとさ、はい、もしかしたら違うかもしれない、わかんないけど。あーでしょ、わかった。うーん足で速いわ。ツルツル本当ですね、足速いな。で陸中まで来て、陸中あたりに行ったよね。あ、これなんか入りそうじゃん、わかる、うん、あそこ、おあれこれアップが2倍って何これ、高っ、効果が2倍、すごい。マップのカーソル、これか、それそれそれ、これか。3000円とかさ、無理でしょ。2人合わせても足りない、うん、もう貧乏すぎでしょ俺たち、うん、3000円なんてお金持ってないよ。魔法の着物ってすごい、魔法の着物こういう世界観になってきたの、うん、まあ、覚えとこう、ここにマップカーソルがあると、はいはい、だいぶ楽になるはずだからね。ここから下に落ちちゃうと思った。来た。あれ？ここから下に落ちろってこと？台車。はい。あれこっち行けちゃう。あれ下向ける？あれ？待って。どっち行く？上行きますか？おお。山ですね。山だね。じゃ敵がいないんでどこだ？どこに行ってるんだ？おいしょ。あ、映像にでも。あ、いますね。映像まで行くか。行きましょう。第7師団に会いに行く。はい。え、なんか落ちちゃったんだけど大丈夫？雪です、雪です。あ、おなんかすげえ戻されたっぽくない？え、何これ？これ多分駿河とかじゃん。全然違った、陸中のとこか。江戸から陸中に来てほしいよね。そうですね、うん、でもまあ江戸の行き方も分かんないと、うん、永遠にそうです、ね、江戸に行けない、行けないっす。あ、江戸だ、江戸だ。どういうあれしてたの？網走、網走。またこれ、あ、綺麗、微妙に色違う。熊のあれが、熊、あ、足跡が、ヒグマの足跡。滑る、ツルツルですか？足で滑るよ。本当だ、歩いても滑る。なんかあったな、なんか足袋みたいなの買うと、江戸の街で滑らなくなったよ。お、すごいですね。通過しちゃったけど強くはないの？うん、弱いですね。よいしょ。金がないからな。どうぞどうぞ、お金を取っててください。持ってけ持ってけ。先行かながしないですかね。逃げてる。あ、逃げてった。ヒーって言って逃げてったよ。逃げるとかあるんだ。ねえ。じゃあ怖いからな。いた。お月様。お月様だ。ははははは。お子さんの悪霊退散だった。日のレイちゃんですね。そうだね、そういえば。セーラームーン。そういう世代だからね。そういう世代ですからね。あ、誰か人間キャラ覚えたよ。え？俺？わかんないっす。そうなんですか？書いてあった、書いてあった、今下。あんまり下の周り見ないから。見ないっすね。洞窟だ。いや、入ると移動しちゃうから、うん、ちょっと
いが終わったら入ろう。はい。ちょっと待って待って、滑る滑る滑る。歩いていこう。ゆっくりゆっくり。事故が怖いからね。あ、またヘイルマンか。ビッグボスで人狼に叱られます。明日の本当に辛いよね。そうですね。今日はこいつでも世知辛い世の中だよ。喧嘩ですかい。そうです、東西線です。暗い暗い。でもこいつもさ滑るからさ。そうですね。やられてつるんでいってる。右左アッパー。それ怖い。あ、でもな、あるか。痛い。お、あなたが新しいビッグボスね、だって。ほう。オッケーね。良いぞ。なんか、さっき寛大になってきた。どう考えてもこいつイケメンじゃないでしょ。いや、わかんない。外資系なので。あ、外資系な、そっち。そう。さ、考えることがもう、一歩先を言ってるよね。そうですね。ここに入ってみよう。入ってみましょう。ヒグマがいますよ、これきっと。いたら死ぬんだけど。謎の店、レベル1。レベル1。スノーセッター。お、スノーセッター。700円とか、700円出して。出してまで買わないよ。ここだけだからね、しかも。すごくなるわけではない。まあ、ちょっとは、でも、上がるんじゃん、攻撃力。全くこいつらいいよ。好きだな、糸吉。水色組め、どうかしてるよ、どうか。よくいろんなとこどうかするよ。ほら、戦いにくい、戦いにくいな。でもトゥルトゥルですからね。あ、ちょっとお金がな。こっちにおびき寄せましょう。海に入っちゃうからね、海って。やば、冷たい冷たい。ドスとかでもさ、マジどこじゃん。ドスが落ちてるもんなんですか。武器は大体ね、落ちてるっていうイメージがあるんだけど。あ、ドス買わなきゃいけないでしょ。ドススペシャル。ドス買うのか。あげるよ、ドス。こっちも来た。なかなかにパワーは出るのあるの。すぐ出せるか。イエーイ。うわ、フライフライに。でもやっぱ色で判別しないと先に進まないってことだよね。そうですね。こういう雑魚狩りしてても、うん、なんかすげえ殴っちゃったんだけど。殴られたよ。痛いよ。すげえ山賊だな俺。おいはぎ、どこだ。違う。滑る。はい、イエイ。待ってた方がいいね、来るの。そうですね、待ち構えてからの攻撃。でも違うでしょ。暗い。そっ、えいえい、えいや。おお、シクシクシク、やった、強くなってきた。強すぎる、ね、へい。でまた沢口が出てくるのか。沢口、水色は沢口。はい、あー。壁に久しぶりにぶち当たったよ。滑る。死んでるよ。あー、そこあれは壁があるから。これ壁があるよ。お会いしましたね。はいはい。かわいそうな。何回も殴られてる。いらないよ。あ。とどめよう。とどめよう。こっち来たわ。早いわ。はい。お金あげるよ。お金もらうよ。映像はいいんじゃないかな。じゃあ映像はちょっとやめましょう。ほい。あ、2人組がいる。2人組もなんか戦った。やっぱ、あ、黒い長門の方だ。長門ですか。あっちに行こう。遠いな。
よいしょ。持ってくれたまえ。どこいせい。どこい。滑る滑る。どよいしょ。よし行こう。レッツゴー。俺気力だけで生きてるから。すごいですね。やばいやばいやばい。あ、ひどいよ。ちょっと待って。壁が差し迫ってた。ちょっと投げちゃった。ひどいよ。ひどいよ。よいしょ。実際そういう場面があったら見せてないよ。ちょっとたまたまだから今たまたまびっくりしてた。いや、わからない。こういう時、とっさの時に出るのがそういうものだと思います。あ、ここに出てきて、えっちゅう、左の方だよね。ほーい。なんか音はすごい。いたいたいた。下に行けたの。下に行ける。またこいこのこの色。水色、水色もいいよ。ちょっと左に俺は行こう。私も行こう。こっくれてきてるし。え、ちょっと待って、ね、ここから左に行くと。よいしょ。で、ここに来ると。待ちですね。で、さすがに寝よう。そうですね、これはちょっとヤードですね。御宿止まるよ。一回止まったらもう次さ稼がない限り止まれなくなるんだけど。元気元気。これでマックスか。あ、そうか、気力のやつは装備したんだもんね。お、そうですね。じゃあ左に行こう。よいしょ。で、稲葉がどううまく繋がってんだ。ちょっともう一回あの敵の位置を確認。いいな、ばこっち左の方。とりあえず左の方に、左の方行くか。よいしょ。いなばってあれ、これなんだっけ、あの白ウサギのところですじゃなくて、砂漠あんちゃん、あー鳥取砂丘。あ、そう、それ鳥取の人に怒られるんだもんね、うん。本当に皆さん、今怒っていいところですよね。いろんなこと言っちゃうとね。え、で洞窟のとこに行っちゃうんだっけ。肥前の方来ましたよ。肥前にいるんだっけ。さっきはいましたけどね。さっきはいた。90円しかない。あー、違う。あと飲み薬とか持ってたんで、そういえば持ってましたよ。肥前にいる。ちょっと今のうちに、今のうちに変なやつも来たけど。左に行ってみよう。レッツ左。上と下で分かれそうだね。おで、ちょっと待って、戻っちゃったっていうか、違うとこ行っちゃった。上は上、上ですね。あ、いた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 、黒いやつだ、ここで。黒装束どもめ。暗い暗い。レベルが上がった。うわっ、やっぱり強い。13か。あ、俺マッハパンチ覚えてるんじゃないか。あ、なんかさ、ね、今投げたらすごいバウンドしてた。人間魚雷、うん、誰か、人間魚雷をマキナちゃん覚えたの。え、そうなんですか。すごい、これか。すげえ、すごい。すごいやつ。カメの役割ですね。ちゃんと言います。オケ危険。おオケ注意。どうした。言わなくなるぞ、俺。来いや。黒装束とも来いや。あ、やばい、ちょっと待って。死んじゃう。あー、ごめん。ひどいよ、今のはひどいよ。今の、極悪だよな。極悪です。暗い。いいよ、だからそいつもらうよ。暗い。ぐるぐる。ドススペシャル。痛い、ね、痛いよ。う
飲み薬とか飲んでみる？飲んでみましょうか。よいしょ。持ち物。気力がいい。まあ気力があればまあ死なないは死なない。ここはだった左だね。壁だ。俺はもう気力しかないから。私もほぼ気力。気力だけしかない。気力しかない。あれこれ誰？仁左衛門。仁左衛門。仁左さん。お、いい音。オッケー。なんかね変身する術とかもあるんだよね。あ、ほら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 。え？マキナちゃんになってんじゃん。いや、そうなんですか。顔が？そうそう、もう形が。形が？全然あれ見えないかもしれないけど。ちょっとよくわかんない。ほらほらほら。本当だ。さっきのとちょっと違う。戻った戻った。おお。お、倒した。虎堂さんは女をさらうほど落ちぶれちゃいね。達一と達二だよね。おお。達一達二。まあ、龍一龍二のなんていうの？あ、うん、江戸バージョンみたいな、うんうんうん、ここに入ろう。よろずや。普通の守り。お守り。あ、扇風客だ。扇風客だ。扇風客だ。速攻で買ってんだけど。これお守り買ってみようとじゃん。あ、厚手のトビ買えばよかったな。ああ、確かに。買える？もう一回入る？入ります入ります。なんかすぐお金を使う子だな。欲しいものがあった。そう、欲しいものがあったらとりあえず買っとかないといつ買えなくなるか分かんないから。俺全然買えねえわ。よし、早速持ち物で扇風客を使った。覚えて、イエーイ。厚手の旅バネ。あー、なるほどね。ジャンプ力だね。はあ。で、ね、ジャンプしてキックを押すと、うん、ジャンプキックこっちからジャンプしてキック。あ、クルクルした。そう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 、すごい。こうやりながらやるとあれかな、どうなのって感じよ。お、かっこいい。竜巻旋風脚いった竜巻旋風脚できるね。動かない、その場であれかなって思ったけど竜巻旋風脚も全然できるね。ちょ、怖い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 楽しい。あ、じゃあ扇風客を覚えたところで、まあ、なかなかいいところなんでちょっとペロンとやって、はい、じゃあドススペシャルは、ね、なかなかお披露目できないんで、ちょっとドスの入手の仕方を一旦調べて、ね、まあ、次回は扇風客とドスで、ドスでマキナちゃんがドス扇風客ドス扇風怖すぎる。ドスの嵐怖すぎるんだけどまあまた次回もやっていきたいと思います、はい。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。またのー